続いてはですね、これこれは何でしょう。カブトガニとかよく言われてましたけども、ニューラットっていうですね、イーウィ、あのウィンドシンセサイザーよく僕が使ったりしてるイーウィの親戚みたいなやつです。イーウィの元々の、スタイナーホーンっていうのがありまして、そのスタイナーさんの息子さんがちょっと絡んで作ってたりとかしてる、なことはスウェーデンだったかな、どっかの会作ってるやつです。そしてこれの中には音が入ってないので、今ここの譜面台のところに iPad mini が置いてあって、 iPad mini の中に IFW という音源が入ってます。なのでこれと iPad mini を持ってくればもうできるっていう、とてもお手軽な、しかも線もつながってないし、今の待望のサックスと同じようにブラブラ吹けるっていう、とても便利な楽器です。これを使って、泉さんの代表曲である宝島やってみたいと思います。宝島というのは今は、吹奏楽の方での方がかえって有名なぐらいになっておりますので、吹奏楽の方を先に聞いた人からすると、僕たちの団体時代の、音楽はとっても呪いゆっくりな曲のように聞こえるようですが、うちらからするとこっちが普通で、吹奏楽のやつはやたら速く感じるんですけどね。そしてキーが違います。こっちの団体の方のやつは、F のキーから始まり、D のキーになります。吹奏楽バージョンの方は A フラットのキーから始まり F のキーになります。ちなみにさっき、エリック宮代さんがやられているリバーブ入りますか。リバーブお願いします。ブノートキオオーストラジャズオーケストラ、さすがです。おいえ、ただバンド名言っただけで拍手が起こるのいいね、そうかっこいいですよね。やっぱりさすがです、当たり前なんですけど、その今言ったあの題名の、バンドがありまして、そちらの方でも、エリックさんがアレンジして、泉さんの曲を、お送りさせてもらったりしてます。なのでその、エリックさんアレンジの、ものを使うんですが、それだけだとあれなので、せっかくなのでこれを使って前半戦は、団体バージョンのような形でお送りして、それからエリックさんアレンジのものになだれ込んでいくというようなシステムになっております。はい、ではお送りしてみましょう。宝島聞いてください。その前にちょっと音チェックします。出るかどうかね。すごい普通にね、今ねスイッチがオフになってました。大丈夫なようです。それではお送りします。宝島聞いてください。